どうもスカイピースということで、今めちゃくちゃ寝起きで、起きて帽子をかぶったぐらいなんですけど、声を聞いてもらえば分かる通り朝はこんな低い声でございました。でですね、なんで急に動画を撮ったかというとですね、ジンタンが今なんと38度のお熱が出ておられますと、昨日の夜連絡があって、まだ起きてないんで彼の部屋に行って生きてるか確認していきたいと思います。普段ね、朝早いのは苦手だけど、起きちゃえば結構もうずっとテンション高いんだけど、最近ねちょっと疲れてんだよね。すごい友達が面白くてずっと一日中笑ってる日々が続いたから、朝が疲れちゃった。もう行こうか。シシ失礼します。ちょっと目取れた。アイマスクすか。そっくりだったから。何それ、首の下のやつ。氷だね。とりあえず体に良さそうなので、ね、早めに買ってきた。ボケ一切なしの体にいいやつや。このね、氷枕みたいなやつがなくて、うん、これマジで、これはボケなしなんだけど、うん、刻みに来たね、ジンタ。刻みネギ、うん、買って脇で冷やしてた。もっといいのない。スーパーコーン、スーパーコーンはこれ空気入ってて全然冷たくなかった。あ、ちょっと待ってて。部屋にこんなもんがあるんだ。めちゃめちゃいいもん持ってる。足捻挫した時に冷やしてたやん。それを貸せばよかったね。この熱出てる時だからこそ、うん、できる企画があると思って。企画？君が捻転した時にドア騙し見せてくれたじゃん。この熱の時で全力挨拶できねえんじゃん。スカイピースしっかりですよ。ちょっと待って。あ、ブサイカのものメガネだ。いかか。どうもスカイピース。イエーイ。最後まで見てくれてありがとう。もう風邪は完全回復して完全に元気になりました。みんな心配かけてごめんね。ということで、風にはみんな気をつけよう。明日のスカイピースはなんと出ました第2弾即興歌だ。それでは楽しみに。ピース。